久々にその、はい、いわゆるラウンジという雰囲気をね、そうなんです、味わいに戻ってまいりました、はい、ここラウンジゆららでございます。いや、しかもね、今日ね、私久々に、まあ、お忘れかもしれないので、ね、ガイドの格好してます。ねえ、はい、まあ、初心に帰るっていう、いやそうです、どうですかね、今日でっていうか丸1年ですからね、丸1年経ちましたね、このなおチャンネルを、ね、まあ、申し遅れました、私アシスタントの森合圭介でございます、よろしくお願いいたします。バスガイドのなおちゃんです。はい、というわけでございましてね、はい、そうよ、最初はこのラウンジユララっていう場所は、まあ、放送会場とか収録会場として、なおちゃんがバスガイドの衣装を着て、まあ、いろんなゲストを呼んだりトークを繰り広げていくっていう趣旨だったにもかかわらず、最近ロケばっかりでね、もうね、いや、ありがたいですよ、だってね、ありがたいんだけど、ね、来て来てとまあね、呼んでいただけたらね、飛んでいきますよって言いましたけど、食レポが多いね、呼んでくれたら本当どこでも行きますよって言ったにもかかわらず、本当にあんなに呼ばれると思わなかったから。いや、すごかったよね。あ、もうスケジュール合わせるの大変なんですから。はい、本当ですよ、もう。そしてね、今日はね、うん、あ、まあ楽しかったです。はいはいはい、はい、これからもよろしくお願いします。あ、今回戻ってきたのには訳がございますよ。ね、やっぱりこの年末最後の放送になりますね、これね。だからね、うすうす。おうおう、まだ、あ、クリスマスまあ、私の誕生日もありましたし、あ、誕生日もそう、12月1日にね、お祝いしていただいて、お年60違うの、そこまでいかないね、あ、非公開ですねそう、非公開、あ、じゃあ本当の年齢もいないです、永遠の乙女です。この会場に戻ってきた理由の一つとしては、はい、まあ、初心に帰るっていう意味で、はい、まあ、もう一回使わせてもらうってのもありますけども、はい、あと今回このゆららさんもですね、12周年ですって、ね、え、うん、新宿通りの、ね、そこで12年やるっていうのは、ね、これなかなか並大抵のね、うん、努力じゃないというか、もう血と涙と、うん、汗と、うん、色々と血と汗と涙といろんなスチルの結晶がね、こうね、なんか詰まってるわけですけど、その、ラウンジユララさんにまた今日お昼の11時から来ております、はい、いやー、本当に早い時間にもうだから、すすきのは夜来ようっていうカラスがいっぱい出迎えてたよね、カラスしかいないし、明るいし、雰囲気が台無しですよまあね、まあいいじゃないですかまあね、でもね、これね、放送会場として使わせてもらえるのはありがたいことですからね、うん、これからもね、こちらでもまだ放送もいたしますけども、はい、ぜひぜひね、また言っちゃうけど、また言っちゃうけど、まあ、いろんな会場も行きますね。ぜひね、しつこ、お呼びください。どんだけ押してんの、スケジュール合わせの大変ですけど、ね、ありがたいですからね。いや、ありがたいですよ。あれ、今日は何、2人で？いえ、今日はですね、はい、まあ、言っても、うん、さっきも言いました、年末最後の放送ですから。いや、しかも記念すべき1年目ですからね。1年目のね、うん、素晴らしいこういう日に。そうですよ、大事な日。やはりね、年末最後という意味も込めて、はい、私ゲストブッキングいたしました。お、もうこれね、年末最後ふさわしいぴったりのゲストをお呼びしましたね。じゃあ早速ですけども、はい、なおチャンネルスタートということでお呼びしてもよろしいですか。いや、ぜひぜひ呼んでください、楽しみです。それでは参りましょう、はい、なおチャンネル今年最後の放送2015、年末にふさわしい最後のゲストでございます、こちらどうぞなんだろう、すごい迫力満点なんだけど。どうもー。いやなんかむさいなー。あ、間に入っちゃった。いいですか、どうぞどうぞ。まったりしすぎだよ。まったりね、ちょっとすごいな、なんか大物の風格だわ。え、紹介してください。じゃあちょっと自己紹介をお願いいたします。はい、どうも、夢カンパニーのペドロ軍団でございます。お願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ペドロ軍団です。何がぴったりなのか教えていただいてもよろしいでしょうか。いやいや、もう、ね、年末最後です。ちょっと待って、年末だよ外は雪。そうですね、うん、僕ですらダウン着てない全然これで大丈夫です。そう、レースが細くいいし、外歩いてるのもみんな大体こんな感じで歩いてますよ。そんだけ歩いてる、どこに行ってんの真冬も真冬ですよ。まあ、僕もだからこれでいいんだと思って今日歩いてましたよ。だから何が全然わかんないんだ。だから、そうですよ、まあまあ続けていきましょうで、今日で年末最後の放送、はい、ね、何度も言ってますけど、はい、そう、大事な日よ。ペドロ軍団もね、年末最後なんですよ。はい、報告していただいても、はい、実は、はい、僕ら、
ペドル軍団、はい、年内いっぱいで解散することになりました。ありがとうございました。いやー、今までね、今年も結構お世話になりましたけども、はい、え、ちょっと待って待って待って、拍手でいいの？おめでとう。ありがとうございます。じゃあおめでとうでいいの？メリークリスマス。いや、やっぱそれはいいけどさ、え、ちょっと待って待って待って、え、何年？あ、でもね、私言っても2人のあのペドル軍団さんのネタを見てるし、テレビにも出てましたと思う。もうなんか最近ちょっと、今月は結構そうですね、出ましたね、活躍されてますよね、はい。なんで？いや、ちょっと方向性の違いがなんかかっこいいけど、アーティストみたいな。まあそう、方向性が ね、 ね、やっぱり。なんでちょっとズレ、するともすごいズレ。そう、すごいズレですね。50歩、100歩ぐらい違う、はい、50歩、使い方間違ってる、違うね。あ、違う。え、どっちがまともなの？あ、彼です。タンクトップの彼が一番、そうですね、ペドル軍団のまともな、あの、待って、冬にタンクトップっていう時点で、あの、まとも感ないけど、大丈夫。いや、まだまともな方、まだまともな方、そう、まだまともな方。あ、でも会話ができるもんね。そこの方が分かった、そう、会話が、そうですね、ほんと会話、ほんと会話できないですから。びっくりするくらいできないですから。確かにね。なんなのって、はい、もう今日も今日ですよ、なんか呼ばれて、なんか LINE で来たんですけど、あの、まああの、今日来れますかって、あの、来れますか、うん、ネットテレビの取材、うん、あの、取材じゃないや、あの、中継があるんで、あの、局長さんに呼ばれたんですけど、来れますかって、あの、来れますかと来れますかが、あの、相手に入っちゃいますよね。あの、もう LINE ですらもう会話ができねえから。小学生ですね。小学生、やばいですね。一旦頭に見出しをつけなきゃ LINE できないから。そうそうそう、来れますか、今日来れますか。そう、ひどくいいんです。昔ね、新聞の中に尋ねる人でよくありましたけど、ね、父待ってます、ね、書いてから一人だから詳細書いてあ、そう、そんな感じです。そんな感じなんで、ね、はい、ちょっと山田くんさ、なんかその格好なんだ。あ、本当だ、何、どうしたの？え、なんか間違ってます。貧乏学生貧乏学生みたいな感じで大丈夫？学生だったら学生ってすごい、インナーでちょっと来ちゃいましたけどね。そう、ありがたい。ちょっと一回立ってもらって。あの、これほとんどジョイマンでしょ。次やるのこれ。ちょっと、なんでしずちゃんみたいになってるの？でもおしゃれじゃないですか、ちょっと。おしゃれじゃん。おしゃれでしょ。おしゃれではない。いい感じにユニクロの回し物見たくなってなくない？全部ユニクロなの？全部？あ、ベルトだけ違いますね。そう、ちょっとユニクロに失礼だから一旦しゃがんでるの。隠した方がいいよ。ちょっと待って。ねえ、すごいね、不思議だね。だからね、そもそもね、普通だったら、こうゲストに来てもらって、まあ、ゲストの人となりをいろいろ聞いてから最後に実は報告があるっていうことで、はい、まあ、実は解散っていう流れがね、一般的なこう告知というかサプライズだったかもしれませんけども、はい、先にちょっと解散を発表してもらったんでね、まあ、やっぱり皆さん気になるところは、はい、いろいろたくさんズレがあったと言いましたけども、例えばどんなズレがあって解散に至ったのかをちょっと一旦ね、あの、佐々木君の横に座った瞬間で僕体温上がってきたんで、一旦多分脱いでからちょっと聞いていきましょう、ね、なんかあったかそうだね、暑くなってきたね。半分以上が袖が短いですよね。すごいな、なんかもう暖房いらないわ、ゆらら。そうだけすごいな、なんか、え、何を聞きたいの？はい、え、ちょっと待って、何、僕は本当何も知らないで生きてるんで。あ、そうですね、ちょこちょこね、やっぱね、はい、こう、あの、さっきも佐々木君が言う通り、この山田君のちょっと不甲斐なさとか、はいはいはい、ちょっとの世間とのズレは、うん、佐々木君だけじゃなくいろんな人から僕も聞いてるし、そうなの？昔からって言ってもね、はい、結構前から知ってんのよ。へー、あ、そうです、ここも結構付き合い長い、うん、僕芸人をやらせてもらう前から知ってるから、うんうん、だから芸歴で言えば全然2人の方がね、本当大先輩だ。すごい口聞いてるけど、だから年だけはね、ちょっと上だからね、たまたま上だから、ね、やるやつやね。先輩風は吹かせてるんだ。マネじゃねえよ、マネじゃねえよ。あ、会話できるじゃん。今だけですよ。でも本当会話とかもいろいろ本当でも不甲斐ないところが多くて、どんなどんな、いや、どんなっていうか、まずすごいのが、うん、まあ、あの、うん、山田なしだとしても、山田なしで飲みに行ったりするじゃないですか、はいはい、何人かで。で、あ、そういえばこの前山田がこうこうこうだったよ、みたいな。じゃあ、あ、そうなんですね。あ、そういえば山田さん
さんこうこうこうでしたよ、わあそんなことしてるのか、あそういえば山田っつってどんどん山田の話が出てきて、一回飲みに行ったら 2,3 時間山田の話で終わるんですよ。すげえすごいね。ずっとみんなだからみんなで山田の話を共有するっていう。あでもみんな持ってるわけでしょ。そうっていうか僕が持ってるわけじゃないですけどね、周りがなんか要するにそれだけやらかしてるんですよ。あ大事件をやらかしてるんですよ。わ友達いる？あ一応まあいますね。たい焼きのやつとかいますか？説明がさ、たい焼きのやつ説明がもう少なすぎる。まさかまさかまさかシモン・マサトさんとお友達なんですか？いやいやたい焼きのやつってシモン・マサトさんしか思いつかないですよ。たい焼き屋でちょっと今働いてるやつとか今同級生とかね、同級生がいるんですか？普通のね、一般の友達がいるっていうことですね。会話のできなさ。これはあの別になんかテレビ用とかじゃないですけど、マジでこんな感じです。プライベートからこんな。はい。ネタはどっちが作ってるの？基本僕です。ああ、そうですね。はい。とか、まあ、あと最近の失敗だと、失敗っていうかあの今ちょっとバイトやってらっしゃって、結構あとなんか新しく入ったバイトなんですけど、あの毎日怒られると。いやそんな雰囲気あるな。毎日怒られて毎日怒られてて10日ぐらい出てようやく気づいたのがあの怒られないためにあのまずノートを取らなきゃいけないっていうのを10日後に気づくっていう。あ、言われたことある。そう、メモをね。普通初日じゃないですか。うん、大体初日に持ってね、聞きながらはいはいって言うよね。あの10日後に気づいたんですよ。もうちょいちょい慣れてきてる頃に慣れてる頃にそうですようやくこれメモ取んないと覚えられないなって最近ちょっと記憶力自体がなんかだんだん自信なくなってきたんですよね。おいとともにね本当にリアルに27ですよ。わけえそんなのないの？27なんですよ本当に。まだまだシナプス元気でしょうよ27なら。いや本当になんか全然最近暗算みたいにできなくなっちゃって、それはちょっとあのなんだろう記憶力とかの話じゃないと思う。だから本当にでも全然なんか頭の回転がちょっと前よりなんかあれっていうのが本当多いなっていうのはやっぱり。いやでもそれに気づけたことはすごく僕第一歩だと思う。ちょっと待って、そこ気づいたことでそんなに褒められることなの？いや本当にいやでも。あの最近そうなんだよねって思ってますけども 4,5 年ぐらい前からこんな感じなんで、あのそれに気づけたことっていうのはすごく僕は大きな一歩だなと思ってそこは評価してます。まあね、はい、気づくことからまずはね始まりますからね、はい、よかったよかった。ただあの解散もう決まってるし、解散もう決まりました、はい、解散いたします。でそれはどっちから解散を切り出すの？僕ですね。まあ、うわあ、ねえねえ別れを別れじゃないか、と、まあ、別れですよね。つけられた時の感じってどんな感じなの？え、ってやったの？急に再現 VTR になったから。ちょっとそれやってほしい今。どういう風に言ったのかなと思って。この格好でこの格好で解散シーンを再現するの？実際この格好ではなかったよね多分ね。そうですね。最初に。うん、あ告げられたっていうか、なんか LINE かなんかこうメールか何回かしたそう告げられた。いや、まあ、女子高生の別れ方なのだろうもうそこは省いてさその後あったでしょ、うん、あって、いや、だいぶ解散を考えてるんだけどもはい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 、言いまして、うん、で、山田さんこんなんじゃなかったちょっと、いやでもテレビ用に用意したでしょそういうリアクションも。いやでも本当にちょっとなんかちょいちょい冗談で、あのツイッター上とか舞台上とかで僕ら解散するんですよみたいなこう言ってた時期あったんですよ。それは別にまあ今年に限らず去年とかねあったりしたんですけど、最近今年になってやったらなんかこう解散ってワードちょっとつぶやくなっていうのがなんかあって。で、いざ告げられた時なんかうまいリアクションちょっと取れなかったですね。やっぱりびっくりするの？おおー、え、いつみたいな、こういつじゃない、時期を気にする実際は解散したいんですけどっつったら、いやー、悲しい悲しい感じです。泣かなかった？
ね、はい、まあそこまで泣くことではもうやっぱちょっと大人なんでね食べられましたけど、でも気になってたのは、はい、こうやってねその解散しようっていざ言われたらうう詰まってるって言われにはそのお笑い以外に一人で音楽活動みたいなのもちょいちょいやってるっていうのは何あまあ音楽、まあ、要するに新しいちょっと客層をね、キャッチーしたいなって思ってでそう音楽ライブとかにもちょっと出させてもらえるようなとかあってこの活動を佐々木くんはどう思ってたのかなって思ってるんですよ、うん、僕はまあ、いいとは思ってるんですけど、そういう、まあ、他のところに行くっていうのは結構真面目な話なんですけど全然ただそのなんかその僕らまあ、普段ワラップズっていうネタを競うライブとかも出てて、うん、そこでなかなかこう順位がなんか伸びない、うん、で、まあ、ネタとかやってもちょいちょい滑るしだコンビですごくそのお笑いっていうものに触れている状態、うん、でだめちゃめちゃこう、まあ、そのワラップズとかでも順位上げてたりとかめっちゃどこ行っても受けるみたいな状態で別のところの行くんだったら僕は全然 OK だったんですけど、うん、今このブレてる状態でなぜ他のところにこう行こうとするんだっていうのが本当に嫌でわかります？でももっとだから頑張りたいですよ、お笑いに、でそれで受けてから行くんだったら僕全然いいんですよ、うん、でもっと他のところからお客さんをわかるんですけどその状態でなぜ行くのかっていうのが意味がわからなくて、うん山君どうですかこれに関しては。いや僕はちょっと本当に刺激をちょっと求めたかったっていう部分がありましたね刺激的ななんだろう、なんでコメントしていいかがわからない感じだけどちょっとちょっと、まあ、ただねその音楽ライブはまあ出るんですけど前まで出てた時はちょっとまあ歌うっていうのはあったのでだけどお笑いやってるしだけどやっぱお笑いでお客さんこう連れてきたいからちょっとその音楽ライブだけどちょっとお笑い要素ちょっと半分入れたえそういうなんか会見の場じゃないですかこれ謝罪会見じゃないですかだけど個人的にはその佐々木君の思いを聞いてどうですかって言ったらうんってなって詰まるなよって行きたかったのに本気で音楽についてるでもなんかちょっと熱入っちゃったねなんか入らなくていいところですごい熱入るよね、はい、ツイッターでちょっと悪口書かれたらめっちゃ返すんですよ他のファンとかお客さんも見てるところでガンガン行くんですよだやめとけっつってんのにいやだって悔しいじゃないですかって言ってあ見た見ましたツイッター、はい、本気でツイッターで喧嘩あれは面白かった面白いってそういうとこも、まあ、解散理由の一つですねへー、はい、なんだ真面目ではないけど変なとこまっすぐなんかもしれないね、はい、あ紙一重なんじゃない難しいところ紙一重、うん、あで気にしてて言ってたもんねもうそっちゃえばいいのにそういうわけにはやっぱりいかないですね一回そのほらいいお手本がいるよ、まあ、でもね今札幌吉本にもね、うん、スキンヘッドいっぱいいますしね、うん、ちょっとこれ以上スキンヘッドを増やしてほしくない人口がいやいやでもなんかいやいいですよなんか、ね、このままでも僕も剃った方がいいと思うんですけど、うん、でも最悪このままでもいいんですよただハゲは認めろよって思うんですよすごい認めないんだって認めてないの認めてないです薄いって薄い、ね、薄い違う、それをハゲって言うんじゃないえ、い言うの言うんですかいや、薄い薄い女子の意見は薄いって言うそう、ちょっとね優しいな、なおちゃんはここまでは薄いんでしょおでこまでは薄いあ広いって言うのいや、違うの、後ろがね後ろもどれどれまあ、ほら、ちょっとひよこの感じでしょあてっぺんがね、うんこの前髪だけなんかね、ちょっと三角にしてるけどそれ上に上げたらどうなの反り込みいや、これ自然にあ、M字完全に M だしそうだねいや、僕、もっとひどいなと思うのが、うん、結構前からとか、はいはい、まあ真ん中からとかもあるんですけど山田くん最近横からもハゲてるもう無理でしょって思って違う、横ハゲてんじゃないよこっちの髪が
長くなっちゃったからそう、ここら辺がなんかスカスカに見えるのこの熱とかもあこういうとこがとかそういうところあるんだ嫌いですね嫌いだってちょっとなんか変にプライドが高いっていう部分がね誰のプライドが高いの、え、僕じゃないですか、プライドだけは高いってこと、はい、あ、そういうことネクタイしてないのになんでネクタイがちょっと暑くなっちゃった、ヒートテックだからちょっと暑くなっちゃったユニクロに悪いからね悪影響だから暑くなっちゃったあでもね、まあ、でもこういう経緯があって解散に至ったわけですから、はい、でも、まあでね、お笑いやっぱりやめるわけではないですね、ないですね、はい、そこもピンピンで、うんうん、そう、山田はピンでやるみたいですけど僕はちょっと考えてます、ね、相方探しの方で相方探しが、あとなんか今先に東京に行ったケイスケってやつが一生懸命早く東京来いこう言って言うまさかのここも東京なんかさこの番組出るとみんな東京に行っちゃうんだよね、はい、もう行きました、うん、そういうジンクスみたいなのあるんですか、そうなのだって秋人もそう秋人も出たんで、うん、そうなんですね夢カンパニー東京行きたいんじゃない、夢カンパニー自体が自体があ自体が自体が事務所自体がそれはないんじゃないですか、ねなんかでもまあ確かにね東京行く中ではありますけどね、先にラブリゴの人に行かせてあの輝かしといて事務所を持ってくる移動っつっていやでもすごい、でもじゃあ東京に行く感じはあるの、いやまあ考えとしてはちょっとありますね、まだ何とも言えないですけどね、まあまだね、最近の子いくつ、もう28なんですよ、あでも若いんだね、でもね、はい、まだあなたから見たらね、あなたがお笑いの人口から言ったらもう結構上が多いよね、結構やばい、やばい感じちょっと待って、本当にまあいいや、うん、でもまあでもまあ、佐田くんまだね、筋トレの途中でもありますから、あーそうだよ、筋トレが本当すごいですよねあ、そっか、昔知らないんだ、知らないです、知らない、あ、で、今まだなんていうの、初めてぐらいだったらその、体格でかいって感じるかもわかんないけど、昔筋トレする前ブヨブヨだったんで、ブヨブヨでした、めっちゃだからもう筋肉で締まってんのよ、あもう胸筋が、胸筋が、いやでもねなんかねすごい私よりも大きいなっていう感じはある、大きいよ胸は、うん、胸は大きいと思う、胸はってないですよね、でもすごい、あすごい動くんですよ、ね、すげー、私動かないもん、いやそれはそうでしょ動いたら気持ち悪い、ない胸が動いたら気持ち悪いでしょよ、そんなそうやそうやすごい、いやー本当すごい、すごい、何になりたいの、え、いや健康、あ、健康、健康です、はい、そうね、30代近づいてくるとね、はい、痩せる理由がね、モテたいから生きたいになる、長生きしたいから生きたくなる、モテたいじゃないんだ、はい、健康なの、健康だ、でもなんか最近でも健康ブームが、あの芸人とか、うん、そのまあ、オーギリングで役者さんとか、はいはいはい、でもオーギリングってイベントやってるんですけど、うん、オーギリングで役者さんとかにもこうなんか僕が僕発信で、いやでも僕がなんかだんだんこう引き締まってるのを見て、ああやろうみたいな、で今そうなんですね、筋トレをするため の, あのグループラインがあって今8人ぐらいいいなー入ってるんですけど、入りたい、僕も今ジム契約してさ、いた、まだジム契約してから1日も行ってないんだけど、契約した感じ、なかなか忙しい、でもいいね、そう、みんなでじゃあ何励まし合ったり、励まし合ったりとか、そうですね、まあ大体9割ぐらいの会話が、あのプロテインのな、本当の筋肉のなんかアスリートだよね、あのプロテインがいいとか、なんかどのタイミングで飲むべきかとか、はい、いやなんかみんな同じプロテイン買ったんだよ、この間ね、このビーレジェンドプロテインって、いや知らねえよ、みんなで買いましたっつって写真撮ってツイッターに載せて誰が喜ぶプロテインの会社の人に宣伝してくれてありがとう、見た目もプレイヤーもあるし、そうですね、本当になんかみんなでも健康志向で今いて、それ何今だって言っても芸人とか役者なんてさ、もう不摂生の代表みたいだね、職業なのにそんな集まる、8人、今だ徐々に集まり始めて、言っていい人で言ったら誰の名前挙げて、いや大丈夫だと思いますけど、僕と、うん、あとあ僕弟の小太郎っていうのが役者やってるんですよ、そいつと、そいつも入ってて、あとそうですね、中井隆って札幌吉本の何だろう、
見るも無残な形の人でしょ、はい、そうなんですけど、それが最近10キロぐらい痩せた。痩せたの、はい、ずる、はい、ずるない努力してるってことでしょ。お前と違うとか、あとは、まあ、おいちゃん、あ、おいちゃん痩せたもんね。おいちゃんは、なんか半年ぐらいで28キロ痩せた。大丈夫なの、はい、ちょっと引くぐらい痩せて大丈夫かなと思って。痩せた瞬間ね、髪も染めたよね、はい、そうですね、ちょっと本当に、はい、ちょっと、まあ、でもちょっとまた体重増やして、今いい感じ。まあ、今度は筋肉をつけ始めて、はい、そうです。あとはなんかガリン君っていう、あのボギリングとかのサッカーやってる子とかが、そうですね、いますね。わー、すごい。そうですね。あとは熊谷君っていう役者の子もいます。太ってないじゃん。はい、いやでも細マッチョになって。あー、そっか、はい、健康だから。これなくてもかっこいいのに。いや、そうなんですよ。いや、ちょっと正直、なんか熊谷君っていうのが結構イケメンなんですけど、だから筋トレ部入りたいって言われた時、僕はだいぶ悩みました。ははははは。いや、人気あるんですよ、すごい人気ありますね。僕の友達の女の子もファンいるもん。へー、はい、いや、ぜひね、来ていただけたら会えますよ、イベントとか、はい、さあ、そんな熊谷君とかペドロ軍団に会えるイベントが近々あると、はい、あ、そうですね、本当に近々ありますね、はい、今月12月に、今月に放送するんですか、これ。そうですよ、あ、間に合いますね。あ、じゃあ、そう、はい、12月の26日に、はいはい、札幌オーギリングっていう、お笑い大喜利イベントがございます。はい、です、ね、場所が、コトニの、JR 直結のコンカリーニョっていうところで、近い。はい、会場が、10時。10時。あ、じゃあ、19時か。19時で、会場が19時で開演が20時なんですよ。うん、そうそうそう。1時間あるんで、でもその、 あの会場時間も試合やってます。ダークマッチっていうのがあって、はい、そうなんですよ。そう、試合っていう、あの大喜利の試合がある。大喜利ってわかります？わかんない。まあ、あの笑点の後半みたいな、はい、お題を出されて、それに対してあの面白く答える、ホワイトボードに書いてっていうのの試合をやるイベントなんですよ、はい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 、それをずっとやってます。で、僕はその日はなんかメインイベントに出させていただきますので、はい、ぜひいただいたら、はい、チケットは、1200円でございますので、はい、はい、ぜひお願いいたします。いろんなグッズもね、はい、あの売っておりますね。ぜひ会場に来ていただいたら。グッズ、はい、グッズもあるんですよ。はい、グッズもあるんです。ペドロ軍団の、大喜リングのです。あ、はい、あ、その大喜リングっていうのがすごいプロレスを模してるんですよ、ね。プロレスを模してて、まあ、軍団構想があったりとか世代闘争があって、それを大喜利でやるんですよ。だからストーリー展開があって、はい、どこどこのチームが勝ったらこういう話の流れに、どこどこのチームが違うチームが勝ったらまた違う流れにっていう。ちょっと説明するのが本当に難しい。え、あ、今山田君も出るの？はい、まあ、僕も出るかもしれない。そうですね、かもしれない。あの、山田君が以前こう所属してたロボット軍団っていうのがあったんですけど、軍団っすかね、前回の、前回の興行で、あの、撤退しました。あの、銀行がちょっとよくわからない状態で、僕はなんか AWO っていう、あの、ヒール軍団に、はい、あー、いいね、ヒールは好きよ、私。そうなんですよね、はい、はい、で、今回はなんかタックベルトに、ベルトがあるんですよ、ちゃんと。すごいね、はい、あの、プロレスみたいにタックベルトに挑戦するっていうことになってるんで、よかったら見に来てください。はい、一般1200円でございます。お願いいたします。はい、ありがとうございます。ぜひお願いいたします。はい、まあ、楽しめますよ。今度行ってみたらどうですか。要は今度そこ開催しようから、あれじゃないの、見に。でも大喜利自体はまだ続くってことは、はい、そうなんだ。そうですね、ピンピンで出る可能性も全然あるんですね。後々、はい、あの3月に、はい、あの教文、札幌市教育文化会館ショーホール使ってちょっとイベントやるんで、またでかいところ、すごいっていうぐらいの今ちょっと盛り上がりを見せてるんで、イベントになってますね、はい、本当に熱い戦いが、大喜利の熱い戦いが見える、はい、ライブだと思いますね。まあ、山田くんは滑ってますけど、マジで、マジで滑ってますよ。見たいな、はい、それどのぐらい滑ってるかっていうと、なんかこの前の演出で、
なんか山田が増殖するスプレーっていうのがあってなんかやっぱ山田をプシューってかけたらなんかまあ他の役者さんとか集めてあの山田のなんかあの怨念をかぶらせて増殖したっていう演出でやったんですけど、あのみんなその山田合わせて5人になってうち4人が出したらドカドカドカって受けてで山田出したら滑るっていうあの大元が滑るっていうどうなんそれ大元滑っちゃダメですよこれでも大喜利の形式っていうのがあるんですよ。普通に一問一答みたいに答えるっていうのがあるんですけど、しに行ってますただ5人で全員答え書かないと手あげれないみたいな形式でございまして、で全員手上がりました。で連続でこう答えていくんですよ。でそれが一番最初なんですよ。だから振りです。僕は振りだったんですよ。大元なのに振りだった。振りだった。大元で振りってことはだからそこの落差から次の答えに対してのボンがここの上がりぐらいやっぱりすごかった。まあまあ、だ要するに山田君は ある意味受けてるっていう。あ、まあ、山田君の中の解釈ですね。そうですね。あんまりそうですね、言い過ぎてもまたなんか変な熱が出てくるんで、そうそう、僕のせいですね。熱が出ちゃうんでね。はい、こういう2人ですけども、まあ、今回ね、解散ということで、そうですね、年明けからはそれぞれの活動になるという。あ、そうですね、全然残念って思ってないですよ。むしろ晴れ晴れした、晴れ晴れ、本当に今、晴れ晴れした気持ちで、はい、よかったなって、はい、思います。なんかコメントが困るよ、私も。なんかって大丈夫なのって思っちゃうけど、はい、大丈夫なのね。大丈夫、もう、はい、誰からもなんか、残念だねって言われないですよ。はい、あの、いや佐々木君よく頑張ったよって言われたね。はい、やっとぐらいの感じ。やっとよく頑張ったねって言われます。本当に泣いちゃわないでね。ここで来た、ここで言葉だけさ。ねえ、まあまあね、まあ最後はでも、最後はでもやっぱりでもね、あの年末最後の放送でもありますし、はい、はいはい、まあ、あの2人で何かやってもらおうと思ったんですけども、ちょっとあのもう佐々木くん晴れ晴れしてるんで、それはちょっとやめますか。いや、見たかったけどね。私は好きでしたよ。何の歌、どの歌、花の歌、覚えてねえじゃねえか。でもなんかアニメ音楽かなんかの役だった時のやつ。あ、コント、コント、そうです、そうです、そうです。はいはいはい、僕漫才もやりますよ。あ、そうなんだ。漫才の方が多いよ。はい、むしろ最後見せますか、じゃあ。おやったー。いいんですか、これは嬉しい。マジやるんですか。大丈夫、はい、覚えてる。え、大丈夫。いや、やってもいいですけど、え、放送これ乗っけてもいい漫才なのか。どれ用意してたの、何を用意してたの。やりますか、やりますか。え、ガチで今合わせた。これ下手したらピー入るかもしれないですか。もしかしたらピー入れてもらいましょう。全部編集やってくれる。え、縦やりますよね。はい、あ、じゃあそこで、はい、前、前で大丈夫ですか。大丈夫ですか。お、ちょっと待って、エスケちょっと、すいません、あの何もしないで、はい、ここで、はい、はい、呼び込んだりしなくて大丈夫ですか。やられて、こっちで見よう。こっちで行きますか。じゃあ、なおちゃんが紹介してあげたらどうですか、ここから。あの、いや、私、観客でいる。ペドロ軍団です、どうぞって言って。観客でいる。まあ、じゃあ僕に呼びかけます。はい、じゃあちょっとカメラ振ってもらっても大丈夫ですか。では参りましょう、ペドロ軍団解散前の最後の漫才でございます。それではお願いします。ペドロ軍団、どうもペドロ軍団です、よろしくお願いします。最後、ありがたいですね。最後、いろいろと最後でございますけどね、お願いします。はい、こんな最後な日ですけど、私ね、はい、山田君と言いたいことがあるんで言ってもいいでしょうか。あ、もう最後だから言っちゃってください。言いたいことがあるんでよろしくお願いします。はい、僕は女子高生と付き合いたい、ありがとうございます。ということで、僕ね、女子高生と付き合いたいんです、佐々木さん。ね、え、何、そうです、僕女子高生と付き合いたいんですよ。はい、いや、女子高生と付き合えないんじゃないですかね。はい、いや、付き合えると思ってるんですよ。いや、付き合えないと思いますよ。本当に最近すごい女子高生条例とかありますから、はい、女子高生とは付き合えないと思います。条例あるんですか。条例はあります。条例あるんですか。いや、でもね、僕は、はい、でも女子高生付き合いたい。いや、無理だと思います。いや、付き合えると思うんですよね。いや、無理だと思いますよ。無理、いや、無理じゃないと思うんですよね。無理だと思います。
や無理じゃないです、本当に僕女子コース付き合いたいんですよ。いやもうちょっと無理かな。いやいや本当に本当に女子コース付き合いたい。無理だと思います。いやいや本当に付き合わせてくださいよ田崎さん。女子コースで付き合わせてくださいよ。いや田崎さん僕はね女子高生と付き合いたいんですよ佐々木さん。あのちょっと待ってください、ちょっとすいません、ネタ忘れてます。佐々木さん違う、僕は女子高生と付き合いたいんですよ。ネタ忘れてます、すいません、これどうしよう。え、リアルに、リアルに忘れてます。ちょっと今のじゃただ女子高生と付き合いたかっただけだ。ただの変態じゃん。全然次の展開に行かない。違うよ。だって佐々木君ちょっとイラッとした顔してたもん。なんだお前まだこれそれですかよみたいな感じの顔してたからさ。これ最高、これ最後にしましょう。これ最後に。本当に。なんなのこれ。いやもうひどい。違う。ひどい。これは解散だね。これは解散ですね。解散だね。解散。解散。解散の理由が垣間見えた。本当にもう素敵な。ああちょっと。このまま女子高生に手出して事実上の解散っていうのも恐ろしい。ほらいろいろこら。そうですね、そうしましょう。いやひどいな、本当に。本当にひどい。やばい。あの、私喧嘩しないでね。いや、もう喧嘩する理由もない。ああ、そうなんだ。僕このネタ見たことあるから知ってるからさ。で、なかなかずっと次に行かないから、あれ、アレンジしたのかな。引っ張るな、今日の。違ったって。はい、違いました。あれ、間違ったらしいんで、はい。らしいんで、らしいんで。最後はじゃあ、ここで一旦座る。最後じゃあ、もうね、あのね、松坂ですし、良いお年をですよ。良いお年をですけど、せっかくなんで、じゃあ、締めは佐々木くんやっぱちょっと力自慢で、なおちゃんお姫様だから。あ、いや、ちょっと待って、ちょっと待って、それはやめよう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 、それは、いや、いいよ、それはね、ちょっと、もうちょっと、何 NG だよ。体重 NG。 100キロまで持ち上げられますからね。いや、いやいや、ないよ。いや、いい、そう、ちょ、あの、本当に、何照れてんだよ。テレビの寿司出てんじゃねえ。照れてるんですか。いやいや、でもここはね、逆に仲の良さじゃないけど、最後にここでお嫁様抱っこしてほしい。マジで最後あんな感じでまたグダグダになっちゃったのに。だから最後抱っこさせんの。そうだから最後こうだったけどっていうのでちゃんと締めたいなと思う。なおちゃん、なおちゃん、佐々木くんの顔見てみ。さっきまで晴れ晴れしてた顔が、なんで今漫才の展開進めなかった元相方を抱きかかえなきゃいけねえんだよっていう。いやなんかその方がほっこりするかなと思って見てる人もハラハラしてるわけよ。まああの後喧嘩するんじゃないかな。だけどここでお姫様抱っこしたら、あ、なんだあれもネタだったのかな。じゃあお二人、うちのなおちゃんが公演やるんで。まあそういうチャンネルですから、番組ですから。いやだから私の要望に応えてもらわないと困るんですよね。言うことは絶対みたいな。そうですよ、なおちゃん絶対です。ですかね。そうですね。そうですね。本当にね。最後の、最終最後のね、お姫様だったね。ぜひ。2015年。はい。2015年。それでじゃあ4人でね。はい。また来年ということで。そうですね。ちょっと本当に。落とさないでよちゃんと。はい。確かね。お姫様じゃないよ、俺。すげえ、すげえ。お姫様じゃない、これ。じゃあ、直して、大丈夫ね。なおちゃんです。また来て。痛いよ。ロビンマスクの音。コマーシャル。